今日花粉多いなこれ。こんにちは、内丸です。ということで、ちょっとね、花粉症の季節になってきたんで、まだね、買ってから半年ぐらいで、走行が4000キロぐらいなんですけど、ちょっとエアコンフィルターを、交換してみたいと思います。これです。今回買ったのはデンソーのエアコンフィルターで、花粉とか、これ抗除菌、脱臭、抗ウイルス、安定風量、抗菌、防カビってなってます。じゃあこれを早速取り付けていきます。今回使用したフィルターはデンソーの DCC7003 という商品で、 Amazon で1815円で売ってます。はい、じゃあこれ早速ちょっと開けてみたいと思います。お、これがエアコンフィルターです。じゃあこれを取り付けるためにグローブボックスから外していきます。よいしょ。まずエアコンフィルターはこいつを外して、この中に入ってますんで、このグローブボックスを、取り外していきます。外し方はこれね、こういうふうにこう爪でついてるんで、これを引っ張って片方外して、もう片方をこうやってこう内側にこう両方引っ張るとこうやって取れます。でエアコンフィルターが入ってるのはここですね。見えますか？ここに入ってます。もうちょっと上かな、そんな、はい、引いて、エアコンフィルターが、入ってるのはここになります。これを開けるとエアコンフィルターが出てきますので、ちょっと外してみますね。よいしょ。あれ、こっちか。はい、これです。これがエアコンフィルターです。見えます？見えますね。はい、これがエアコンフィルターなんですね。そうそうそう。じゃあこれを外していきますね。よいしょ。はい、取れました。これが今まで使ってたエアコンフィルターです。これ結構ほら、半年ぐらいの車なんですけど、結構こうやって汚れてますよね。裏も、裏はそうでもないか。ここがね、ほら、黒く、もともとこれ真っ白なやつだから、これ結構黒く汚れてますね。あ、ほこりもついてるわ。見えますよ、これほこりね。ほこりもついてますね。すごい。よし、じゃあ新品を入れていきます。これね、この向きが書いてあるんですよ、新品のフィルターには。ここがアップなんで、これを上に向けて、じゃあ入れていきます。よいしょ。はい、入りました。じゃああとは取り外したのと逆の順番で、つけていきます。はい、これでつきました。じゃああとはこのグローブボックスを元に戻していきます。でまた同じように、これ両サイドから内側に引いてやると入りやすいんで、こうやって引いて、はい、これで OK、 はまりました。はい、これでエアコンフィルター交換完了です。簡単でしょ。ということで、今回はハイゼットのエアコンフィルター交換をお送りしました。じゃあまた次の動画で。内丸でした。